みなさんこんにちは、こんばんは。私たちベビーウルフです。はらちゃんです。みきみきです。とりです。あやかです。さなさです。やっこで。まつりです。いやー素晴らしい。はい、素晴らしい。はい、ということで今回はこの7人で人狼用語禁止人狼をやっていきたいと思います。花浅さんが決めた40個の用語、人狼用語があるらしいんですけど、どうやら、うん、それの中の用語を喋っちゃったらもうみんな即その場でさよならっていうこと。難しいな。難しい。人狼とか多いんだよね。だって役職名多いんでしょ。役職名多いけど、黒とか白とかはダメっていう。嫌だね。ちょっと私たちもね、40個の単語の中身を知らないので、ね、知らされていない。ってことで、詳しいルールわからない方はこちらをご覧ください。どうぞ。ベダン。それでは議論開始してください。どうぞ。おはようございます。大丈夫？大丈夫？これはご挨拶。日本語？日本語。朝のご挨拶。朝じゃなくても言ってるからね。あ、大丈夫です。でもあんたは言わないから。そうなんだったらみんなアウトだよ。みんなで言わなかった。言わなかった。警戒してしまいました。ドキドキするな。これ早々にいなくなってしまう可能性があるから、占い師っていう人は言ってもらってもいいですか？私占い師。おあ、信じれる。私、うん、人間だと知っているのは鳥ちゃん。おお、ありがとう。いいですね。私もう一日仕事をしたいから、もう喋らないでもらっていいですか？もうじゃあ黙る。じゃあまつりちゃんと、もう一人、私もって人はいますか？いなさげ。いない。いない。いないみたいね。いないみたい。じゃあ、まつりちゃんを信じられるね。ありがとう。絵本みたい、なんか。まつりちゃんママ喋らない。喋らない。じゃあ、ちょっと、みきみき喋って。長く喋って。誰かな。はらちゃん。はらちゃんが気になる。気になられている。気になってる。どうして気になるの？なんか、はらちゃんがたくさん喋ってくれてて、そこからはらちゃんの様子とか見てたら、もう一人、いないよねって、占い師出ようとしてる人いないよねって確認が、みんなから他の人は、人間っぽいなって思う子もいると思うけど、私はそこをちょっと、どっちだろうなって思って、今日は、怪しい。お、ミキミキいい感じ。うん、気になるかなって思った。今のでミキミキさんは人間っぽいなって思った。じゃあはらちゃんは誰があと気になりますしかないけど大丈夫？この私は着号が、あんまり喋ってなかったから気になるよ。あんまり喋りたくなくなってきた。喋ってよ。でも、ミキミキがいっぱい喋ってくれたから、とても好感度が高い。なるほど。こういう人いるよね。いる。見たことある。いるわ。はらさちゃんは、そういう人もいる。一番、あやかちゃんが、まつりちゃんを生かそうとしてる人だ。うんっていうのを思った。喋らないでーって言ってたから、多分そこが、狼として利がないと思ってるから、びっくりした。あやかちゃんのことを一番この人だと思っている。おー、いいね。で、原さんがその占い師他にいますかって言ってたのタイミングで、多分他に多分狼が対抗で出てくるんだけど、失礼します。勇気。勇気があった。勇気があった。でも今のサラサは
あの人狼っぽくないなって思ったよ。もう私はわからない。うん、あ、やっちゃん話して。私ね、ミキミキのことは人間らしいと思っているから、うん、チャコとハラちゃんが人狼っぽいなって思ってる。そうか。私はあやかちゃんとチャコちゃんになっちゃう、うん、だよね。じゃあ、うん、チャコちゃんだ。うん、うん、チャコちゃんにとしたら、私のと一緒に人狼の人は誰ですか？あやかちゃんとチャコちゃんだと思ってる。私とあやかちゃん、うん、見てそう思うのか。思った。チャコちゃんは誰が人狼っぽいなと思う？こうなのか、こうなのか、こうなって、最初にこう声かけてるところで、この少ない人数の中だからそうなったのか。あ、そう、分かった。あ、なるほどね。議論時間終了です。投票に移ってください。言います。どうぞ。お願いします。言いますね。あの、まず、まつりちゃんととりちゃんに関しては、もうもはや名前だけでいいと思います。そして、はらちゃんとみきみきがこう最初にこう言い争っていたから、私が人間なので、ちゃこちゃんが人狼になる。この形的に。わかりますか？なので、ちゃこちゃんに、一とやってください。はい、はい、一とやりました。はい、あやかさんはとてもスラスラ喋っているから人狼っぽくないので、うん、二人になったのです。ミキミキとハラちゃん、タラーさんもスラスラ喋っていたので恐れる気持ちが見えませんでしたので人間だと思っています。最初に2人がこうバチバチしてたのはわかるけど、結局関係はなくて2人が人狼に私は見えます。以上。誰に誰あげますか？あらちゃんです。はい、はい、言います。私はちゃこちゃんにみとやってください。ちゃこちゃんはにとやってください。私はちゃこちゃんの考えと結構似てるけど、もう消去法的に私が人狼だったら仲間のみきみきさんに最初にこうバチバチしないと思うし、客観的に見ても違うかなって思うと思うんですね。で、サラサも恐れていなかったことから人間だと思うから、だから消去法で彩香さんとチャコちゃんになっちゃう。でもチャコちゃんの方がつながりが見えやすいんじゃないかなって思うから、チャコちゃんにちゃこちゃんです。喋り方は変わりました。ちゃこちゃんです。ちゃこちゃん、にゃこにゃん、うん、わかんない。言います。言います。サラサ人狼な気がしなくもない。ハラちゃん怪しいけどなんか人間っぽくなっちゃって、そしたらあやかちゃん、ちゃこちゃん、どっちか。そうね、ちゃこにあげます。言います。みきみきさんが怖いです。原田さんにあげます。ちゃこさんではないんじゃないかなと思っていますが、最初の方喋りたがらなかったのは変だなとは思っています。はい、
ちゃこさん、その、さんを四に。四に。して、話して、さよなら。ありがとうございました。それでは本日、ちゃこちゃんが転校となります。お別れの言葉をどうぞ。はい。困りました。さあさあさん。なんであんな、あんなに喋るのはなんでですか？私がこんなに困ることになっちゃったじゃないですか。寂しいですよ。一人ぼっち、喋りたくなくなっちゃうじゃないですか。さあさあさん、帰ってきてください。はい。以上です。ちゃこちゃんがいなくなり、人狼がいなくなりました。恐れてないから人間って言うチャコが一番恐れてるのめっちゃ恐れてる。確かに。ここで喋ってる時にみんなの顔見てた時に、あの一番顔を作ってるのにすごい目を回らないです。岸さんいないともう無理だよ。じゃあ役職を教えてもらってください。はい、ということで役職を言います。はい、原田は村人でした。村人だったと思って。はい、村人でした。拍手拍手。はい、白鳥は騎士でした。拍手。彩香は村人でした。拍手拍手。さあさあも人狼でした。拍手。頑張って喋りました。さあさあも人狼でした。拍手。拍手。祭りは占い師でした。拍手。行きました。いやー、面白かったな。面白かった。優しい世界になりました。優しい世界です。はい、ということで今回の勝利陣営は村人陣営でした。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。バイバーイ。